my line. I just wanna make you mine. I'm busy always on my grind. I don't wanna waste my time. はい、こんにちは、村田嵐です。本日はですね、もうどこもどこも、クローズです。というわけで今時刻がですね、3時過ぎなんですけど、本日マジであの千葉北の方が大クローズ で、そして千葉の南の方に今向かっています。もう着くんですけど、波の状況がですね、あの波情報的にはクローズって書いてあったんですけど、ワンチャン行けるかなと思いまして、来ました。ちょっとこちら見てください。来ましたよ。どうですかね。結構やばいね。うわー、やっぱり0人。はい、というわけでね、こちらの千葉南の方に到着したんですけど、本当ちょっと予報とは全く違って、ちょっとね、理解というよりかはシャバシャバで、もう波数が多いだけって感じなんですよ。なのでちょっとね、結構10分ぐらい見たんですけど、あまり乗れそうなリップアクションができそうな波が来てなかったので、ちょっとこっちまでせっかく来たんですけど、まあ千葉北の方に戻っていこうかなと思います。まあちょっと暗くなっていくから、ちょっと早く移動しないとあかんから、ちょっとですね、移動して千葉北の方でちょっとクローズセッションやっていきたいと思います。チャンネル登録よろしく。はい、というわけでですね、千葉南の方に行ったんですけど、あかんかったから千葉北の方に戻ってきたんですけど、こちらの波の情報が、ほぼクローズです。まあ波のサイズはですね、思ったより、まあ、ダブルぐらいあるかなと思ったら、まあ頭ぐらいでサイズは、まあ、なんですけど、結構波数が多くて結構真っ白な状態なんですよ。まあもちろん、無人です。はい、無人なんですけど、プロサーファーの前にもおらんだけど、ちょっとここでね、サーフィンしていこうかなと思います。まあやっぱりこういうコンディションでももしかすると試合があるので、ちょっとこういう波でもいい波をゲットできるように練習していきたいと思います。波の状況がですね、まあ結構真っ白で、まあ頭ぐらいで結構波数が多い感じで、まあどっからアウト出ようかなっていう感じですね。ちょっと波数多いからゲッティングアウトをちょっとミスったらハマってしまう感じの波なので、ちょっとそういうとこも意識しながら、ゲッティングアウトをですね、うまくいける方法とかを見つけながら、今回はやっていきたいと思います。はい、というわけでちょっと着替えたのでサーフィンしていきたいと思います。もう風がかなりやばくて、こっち側に吹いとって、もうものすごい強風で、すごいですね。いやー、これ結構ハードで、なかなか波数も多くて、結構良さそうな波を見つけるのがかなり難しそうなんですけど、まあ、こういう時にやっぱり気をつけるべきポイントっていうのが、まあ、ありまして、まあ、それはちょっとワンポイントアドバイスなんですけど、まあ、やっぱり気をつけるべきことは、まあ、無理して入らないっていうのも、第一やし、まあ、もちろんあとはテクニック系に関しては、まあ、こっちに風がめちゃくちゃ吹いているので、まあ、適当にその辺からピュッとアウトに出ようとするんではなく、まあ、こっちが吹いてるっていうことは若干風側、あっち側の方にから沖に出ようとした方が、やっぱりね、適当にアウトに出ようとすると、まあ、どっかに流されてしまったり危険な目に遭ってしまうので、それは結構注意すべきことかなと思います。まあ、本当にでかい波の時とかジャンクの時とか、まあ、人が少ない時っていうのはかなり危険やし、もう本当に危険なので、まあ、僕はですね、まあ、プロとしてですね、練習していきます。だから皆さんはですね、僕も無人でやろうとかいう感じではなく、まあ、気をつけて、まあ、自分の入れる範囲でですね、ちょっと練習した方がいいかなと思います。というわけで本日はですね、かなり強風の無人波で一人でね、攻めてみたということでですね、やっていきたいと思います。まずその前に、乗れるかっていう心配の前に、沖に出れるかっていう心配の方が、強いかなっていう感じです。強風で流れが強いから、ちょっとどこに流されるか分からんから、ちょっと沖に出れることを祈りながら、ちょっとサーフィン向かっていきたいと思います。チャンネル登録よろしく。Thank you.
アウトン出れんかったじゃん。やばくない？バッチン流されてアウトン出れん。恥ずかしい。はず。やば。いや、こんなん初めて見た。サイズはマジであのダブルとかなくて頭はちょいぐらいないけど、流れがやばい。マジはずいやん。根性で一発もう一回出て一本は乗らなあかんな。あっちの岩の裏側まで行ってもたよ。やばい、俺もずっと撮っとったけどもう映らんくなっちゃったもん、岩があって。いやマジで本当にこういう時もありますよ。あの波的には頭ぐらいで、あそんなでかくないやんと思ってんけど、流れがえぐくて、そのでかい波を食らいながら流れるんじゃなくて、そのちょっとちょこちょこした波、数多いからちょこちょこ来た波で流されていくっていうのがあります。これは結構ガチで危険につながるかなと思います。波がそこまで頭ぐらいやから自分でもいけるなと思っても、あの流れを知らずに行った場合本当に危険な目にあるかなと思いますね。だから本当に流れて行ったら、まず一旦僕みたいに上がるべきやなと思います。っていうこれ一般の人は入らん方がいいよね。いやでもこんぐらいのサイズ、頭ぐらいやからさ入れるわと思ってしまうやん。誰もおらんかったらそこは無理っていうことやから入らん方がいいかなと思います。ちょっと自分は作戦ミスしました。ちょっとね頭ちょいぐらいからいけるわと思って舐めとったから、舐めてました。なのでちょっとねアウト出れへんのはプロサーバーとしてやばいから、ちょっとちゃんとやります。ギブアップ。チャンネル登録よろしく。なんか思ったより見た目より結構かなりヤバいです。これ見てる方はマジで俺ならいけるわって思ってる方おると思うんですけど、絶対無理です。はい、というわけでですね、本日はですね千葉北ここが完全クローズということで、まあ南の方に行ったらもっと悪かって、まあかんなと思ったんでまた戻ってきたんですけど、まあ頭ちょいぐらいで、あここならなんかいけるなと思ったんですけど、それは結構甘い考えでして、結構完全にですね結構クローズコンディションかなと思います。これ結構プロでも結構ハードなコンディションやし、もう流れがやばい。マジで風がとにかく一生パドルしとかないとこっち側に流されていくし、この堤防が結構目印になってくれるんやけど、でも堤防の前に来ると結構乗ったとしても危ないし、食らったとしてもテトラにですね吸い込まれたら危ないので、結構過酷な状態でした。マジでいやマジで全然ですねいいライニングもクソもなかったんやけど、本日はマジでパドルのトレーニングをしに行ったという感じで、1回目アウト出れんかったし、2回目なんかギリギリ出れたんやけど、本当にこういう波はですね友達とおったとしても結構ノリで行かん方がいいコンディションやなと思うし、まあ、危険やし、マジで危険です。とにかく危険。今日のコンディションもし初心者の方が行ったら多分本当に
われんぐらいの危険を起こしたかもしれないです。まあそんなぐらいですね、危険を知ってもらうための今回の動画かなと思います。とりあえずですね、本日はもう僕はギブアップということで、終わっていきたいと思います。あ、なるほど、プロでもこうなる、危険だからやめましょうってことですね。そうです。いや本当に多分お供やったらしんどった。いや俺行けとったと思うついについにいや俺前流されたことあるもん、テトラの裏行って死にかけたもん。いやマジで危ない、テトラあるから余計に、怖いあれが。いやマジで流れがあるときは本当に危ないですね。でかいだけやとまあまだマシないけど、流れがあるしサイズもあるし結構とにかくやばかった。それは誰もおらんわって感じやで。まあでもパドルのトレーニングにはなったね。だいぶパドルのトレーニングになって、トレーニングしに来たっていう感じです。まあよかったよ。まあ、とりあえずですね、本日は、こんな感じで終わっていきたいと思います。かなり久々にギブっていうギブアップを感じましたね。マジでこの間のヘバロは全然いけたんですけど、今回マジでそこまでサイズないんやけど、風と流れがヤバすぎてもう無理やって感じでした。はい、とりあえずですね、今回もご視聴ありがとうございました。ちょっとでも、おもろかったと思ったらチャンネル登録とインスタグラムフォローよろしくお願いします。